アマホタシです。本日は春季キャップ期待選手5選チャンスをつかめというテーマでお話していきます。先日ですね、春季キャンプのメンバー発表がございました。でルーキーとかもろもろね、1軍に入ったりした選手もいましたし、またあの選手が2軍っていうね、そういう驚きもあったんですけれども、本日はね、春季キャンプ1軍2軍の考察、キャンプ日程、そして春季キャンプが勝負な選手5選を紹介していきたいと思います。プロ野球のね、初心者ファンの方とかは春季キャンプのシステムとか分かんないと思うので、できるだけ分かりやすくお伝えしていきますので、最後まで聞いていただけたらありがたいです。では参ります。まず春季キャンプの1軍2軍の考察をしていきます。選手はこんな感じですね。全部読み上げると長くなっちゃうんですけど、まあおおよそ主力メンバー、そのトライアウトに合格した選手たちに加えて、新戦力はね、まあほとんど1軍に入っているという状況ですね。でここでポイントとなってくるのは3点かなと思っていて、まず新戦力はね、山田遥香以外が1軍ということで、まあ山田選手もね、あの騒動なければ1軍だったんじゃないかなというふうに個人的には思ってます。あの新庄さんがね、見たい選手は1軍に送って言ってたんで、まあ当然新戦力は確認したいだろうということでね、周期キャップいましたけどね。まあただその不倫したから使えませんよとかね、2軍につけておきますよというわけではないとは思うんですよね。まああくまで今話題になっちゃってるので、ちょっとそのね、沈静化を図るまで2軍にいてねっていう話だと思うんですよね。でまあ個人的な話をすると、不倫っていうのはね、当事者間の問題なんで、まあ、当事者同士で解決してもらって、双方ね、離婚とか慰謝料とかあるかもしれないし、まあ、再構築かもしれないんですけど、まあ、そこに対してね、外部第三者がね、口出しをするっていうのはどうかなと思うし、まあ、普通の会社だったらまだしも、ことプロ野球においてはね、勝利に貢献できる選手っていうのがね、価値があると思うので、まあそこに対して私は特に言及せずに行こうかなと思います。まあなんですかね、別に不倫で大変だから頑張ってねとは思わないんですけど、まあしてようがしてまいが、家庭環境がどうであろうが、まあ、特に言及せずに行こうかなと思います。でもう一点ね、アリエル・マルティネスがいないですね。でここについてね、あのツイートとかでも、いないけどどうなってるのって話があったりしたんですけど、彼はね、 WBC の代表に選ばれてるので、キャンプには参加せず、そちらで調整となっています。決してね、なんか変なことがあるとか、急に退団するとかね、そういう話じゃないんでね、安心してください。でもう一点ですね、去年ね、十分な成績を残した玉井、谷地、中島ですね。まあ中島はね、十分な成績ではなかったんですけど、それでもショート2番手だと思うので、まあ、この3人が2軍っていうのはどうなのっていう話はあるかと思います。特にね、あの新庄さん、1軍と2軍をはっきり分けると、見たい選手は1軍に置くみたいな話をしてたんで、なんでこの3人が国神なのと思った方も多いと思うんですけど、まあ、通常はね、あのこうベテランというか自分で調整できる選手はその選手にお任せして、最初は2軍に置いておくっていうのはよくあることなので、まあ、特に金属疲労が多い選手たちだと思うんですよね、玉井選手なんか特にね。なのでまあ紅白戦からアピールしてほしいっていうメッセージは残しつつ、ベテラン勢については疲労も考慮しながら、オープン戦開幕戦でしっかりと結果残せるようにしといてねっていうのが、まあ、実際のところなのかなというふうに思いますね。まあ、新庄さんはね、外部にそんな風に言わないとは思うんですけど、この3選手の推しの方はご安心していただいていいんじゃないかなというふうに思いますね。続いてキャンプ日程についてですね、2月1日から2月27日までなんですけれども、このね1ヶ月間で12試合紅白戦と練習試合が組まれています。で今年は渋谷に行くよと、あの固定するよって話をしてたんで、2軍にいる選手にチャンスないのと思う方も多いと思うんですけど、まあ、個人的な予想ですけど、まあ、これらの試合結果をもって、当然結果を残す選手、残せない選手、調整が進んでる選手、失敗した選手といると思うので、その1軍2軍の入れ替えはね、多めに行われると思います。特にね、2軍でこの選手いいよっていうのがあったらすぐ上げるだろうしね。でこのキャンプを通して選手の状態を見極めて、オープン戦で実戦の打順、中継ぎ陣っていうのを作っていくのかなと。で開幕を迎えるって形になるのかなと思ってますね。でこれはね、この後の話になるんですけど、まあ、開幕戦からメンバー固定していくみたいな話をしてたんですけど、まあ、若い選手が多い今ね、なかなかそれはできないと思います。まあ、とはいえ主軸に据える清宮選手、野村選手とか、アリエル選手とか、松本選手とか、上川畑選手とか、そのあたりの打順とか役割っていうのはしっかりと固定してほしいなと思うし、それはね、去年できなかった、意図的にしなかったのか分かんないんですけど、今年それができるかというのはね、あの新庄監督の一つの課題だと思うので、私たちファンは見守っていくしかないかなというふうに思ってますね。はい、続いてメンバーを見まして、春季キャンプが勝負だと思った選手5選見ていきたいと思います。他のチャンネルだとね、加藤豪介選手とかね、矢沢選手の二刀流どうなのって話をしてるんですけど、まあ、せっかくねコアな日ハムファンが集まっているチャンネルなので、まあその加藤選手とか矢沢選手じゃない選手にフォーカスしていきたいと思います。まず1人目はね、北浦隆二投手、2017年ドラフト5位の選手です。
でこの選手ね、体重91キロと書いてあるんですけど、まあ、もともと97、8キロあったんですよね。ただこのオフにハードな練習をこなしていく中で体重がなんと6キロ減ったということでございます。で本人のコメントですが、非常にね状態がいいと、球のキレがいいというふうに言ってますね。で去年ね、清宮選手が体を絞って状態が上がって18本塁打を放ったというのがあるので、北浦投手もいいアピールができる可能性はありますね。で一軍格役な選手ではないんですよ。やっぱ成績を見てても11試合登板で防御率 2.35 ながら1分 1.96 という成績なんですけど、1セーブ上げてるようにね、この球の勢いっていうのは後ろで使えるんじゃないかというふうにビッグボスはね考えてたと思いますね。で立山さんもね運用していく中で、北浦選手の持ち球とかを見ても、まあ、中継ぎで使うとは思うんですよ。でその中でね、彼の武器っていうのは勢いのあるまっすぐをクロスファイアで突っ込んでいくというところなので、そこにひたすら磨きをかけて左のロング枠だったりショート枠っていうのを奪って登板数で重ねる中で一軍経験実績を積んでいくっていうのがシンデレラストーリーになるのかなというふうに思いますね。まあ、とにもかくにもまず一軍で見たいですね。で年齢もね、まあ、中堅と思いきやまだまだ23歳なので、今年一気に成長して飛躍するっていう、そういう姿も見たいなと思いますね。続いて坂口宇多選手、2021年ドラフト4位ですね。高卒2年目ルーキーということで19歳、非常に若い選手でセンスが光る選手です。で去年ねワンピースの映画がやって、そこのヒロインが宇多ということで、坂口宇多選手も活躍すればニュースにね取り上げられたりとか、人気が出やすいんじゃないかなというふうに思います。またねファイターズの今年のスローガン新時代なので、そういう意味でもね関連性がありますよね。で秋季キャンプで外野に取り組んでいたんですけれども、そこで結構いいアピールをしていて、でビッグボスとしても一軍で使いたいと思ったのか、新庄監督今回春季キャンプに一軍で呼んだという形になります。アリゾナ選手はね二軍なんで、それだけねこう坂口選手即戦力として期待してるんだなというふうに思いますね。で彼今回のキャンプインに際してインタビューかなんか受けてたんですけど、すごい語り口調がね、なんとかっすなんとかっすって言ってたんで、なんかパワープロのキャラクターみたいだなというふうに思いました。彼のヒロイン聞いてみたいですね。味のあるキャラクターに感じられるので、活躍すれば人気が出そうな気がしますね。はい、続いては長谷川武弘投手、2021年ドラフト6位です。まあ、ファイターズファンはね結構長谷川選手に期待してる方多いと思うんですけど、まあ、私も同様ですね。今回2軍スタートですが、福田卓投手と長谷川武弘投手っていうのは斉藤幸喜選手も含めて左のショートリリーバー争いっていう部分で加熱していくんじゃないかなと思いますね。非常にレベルが高いし、堀選手も状態が悪いとねポジションを奪われてしまう可能性がありますね。堀選手もね状態が悪いとポジションを奪われてしまう可能性も十分あるかなというふうに思います。で長谷川選手はね左のサイドスローです。で技巧派っていうタイプじゃなくて、まあ、速球派でもないんですけど、結構パワーのあるまっすぐを投げて、でスライダーも腕を振って投げ込んでくる、そういう投球スタイルなので第2のエスコバーと言われています。で2軍とねフェニックスリーグでも十分いい成績を残しているので、まあ、あとは1軍で活躍するのみかなというふうに思いますね。三振を奪う能力があるのもね結構魅力的ですね。でストレートがねまっすら気味っていうか、ちょっとカットボールっぽいんですよね。なんか本当にカットボールなのかもしれないですけど、綺麗なまっすぐというかシュート回転のまっすぐっていう感じではないです。なのでとにかく右バッターの胸元に食い込む球っていうのが強くて、でスライダーもこう横滑りじゃなくてどっちかというと斜め変化、右バッターが空振りしやすいボールなので、右に強い左サイドスローっていう感じなのかなというふうに印象は持ってますね。まあ、逆に左バッターに対してどこまでこう仕事ができるか、長谷川選手はどっちかというと左キラーとして使われると思うので、そこに対してしっかりと結果を残していくのが大事なのかなと思いますけどね。まあ、ただ使うならね1イニング投げさせて右左どっちも抑えるっていうタイプのピッチャーだと思うので、宮西選手の後釜になるようなそんな活躍を期待したいですね。続いては黒柳恭介選手、2021年ドラフト5位です。まあ、彼もね期待してるファンはねものすごく多いと思います。私も本当に期待してて、黒柳選手だけの動画をね1本作ってしまったんですけれども、今オフにね最速156キロに更新したと噂の高卒2年目投手でございます。まあ、2軍もそうだし1軍での登板もそうだし、フェニックスでの登板もそうなんですけど、もう本当にね球の勢いがあると、で投げっぷりがめちゃくちゃ良くてね、こうアウトコースにビシッとまっすぐ放る姿ね、強いまっすぐ放る姿っていうのは、これがアベレージで出せればとんでもない投手になるぞと思わせてくれるようなピッチャーです。で高卒2年目ながら1軍キャンプなんで、坂口選手と同様に当然
然期待はかけられています。秋季キャンプ見ててもフェニックス見ててもチームとしても新庄監督としても黒柳選手には期待していると言いますか、来年一軍で使いたいっていうね意図をひしひしと感じたので、まあ、先発で調整ではなくて、まあ、中継ぎで一軍で投げてっていうそういうチーム方針なのかなというふうに思いますね。最初の方はビハインドで投げていって徐々に経験積むでもいいんですけど、せっかくならね開幕から勝ちパターン入ってっていう形にしたいと思うので、大事なのはね今年初登板、紅白戦なのか練習試合なのか分かんないんですけど、今年初の登板でこいつ今年来るなと、このまっすぐなんやこの時期にと、誰も打てないこんなのと、インパクトを残せればこう抑える以上にね内容のある投球をすればいきなり勝ちパターンで使いたいなと思わせることができるかなと思いますし、その第一印象ってなかなか拭えないので、オープン戦で少しこけても一軍は入れるんじゃないかなと思いますね。でこの理論というかこの手法は実は巨人のね左のリリーバー高梨投手がね使ってた方法で、まあ、概要欄にリンク貼っておくんですけど、ソンセラさんっていうビジネス YouTuber と対談した時におっしゃってました。本当にねこう賢いなと思ったし、厳しい業界で才能のない選手が生き抜いていくにはどうしたらいいかっていうねことを語ってたのでね、ぜひとも皆さんこの動画の後見てみてください。まあ、話を戻しますが、黒柳選手ね今季シンデレラボーイ筆頭なので、ぜひとも皆さん楽しみに見守っていきましょう。はい、5人目最後、清水雄志選手でございます。2014年ドラフト2位です。まあね清水選手ね、まず春季キャンプは2軍スタートです。かつてね正捕手争いをしてた選手なんですけれども、争いっていうかもう正捕手だったんですけど、去年ね出場が激減して、で宇佐美選手がよくって30試合に終わったんですけど、今年さらに伏見選手そしてアリエル選手と加入した形になっておりまして、また、ね、打撃のいい古川選手と守備のいい梅林選手っていうね2人もいるので、なかなか扱いが厳しくなってるなというふうに思いますね。で SNS とか見てても結構ね清水選手のアンチというか、まあアンチなのか実力を分かってていてのか分かんないんですけど、清水なんてトレードしてしまえみたいなね、結構清水なんてっていう意見が多いんですよね。で私の意見ですけど、正直確かにねチャンスをすごい与えられて、で結果として打率2割1分じゃないですか、通算打率で守備でも、まあ、ポカがあることも多くて、ピッチャーからの信頼もね得られてないこともあるかもしれない、それは分かんないですけど、で正捕手をね宇佐美選手に取られたっていうのはありますよ。でも年齢ね26歳なんですよ。まだこれから脂乗ってきて得てきた経験と体が全盛になっていく、それが合わさってパフォーマンスが最大化していくっていう、そういう年齢を迎えるんですよね。で清水選手にはね長打力とそして強肩ありますし、捕手に一番大事な実績経験っていうのがファイターズでも1、2を争うぐらいあります。なのでね正直ここまで冷遇されるの何なんだろうなっていうふうに思うんですよね。まあ古川選手はねバッティングいいんであれなんですけど、梅林選手もねいい選手なんですけど、まあ、実績を考えたら清水選手だろうし、純粋に結果を求めるということになってくると清水選手を一軍に入れるべきなんじゃないかなとか思ったりはするんですよね。もちろんね梅林選手頑張ってほしいんですけどね。で一軍捕手陣ね宇佐美選手伏見選手、おそらく今年はこの2人を運用する中で他のキャッチャーにちょこちょこチャンスがあるって形だとは思うんですけど、まあ、それにしてもねビッグボス時代から清水選手はちょっと嫌われてるとしか思えないような扱いが多いですねと感じるんですけど、まあ、ここで2軍スタート実績に見合わず2軍スタートになったのはプラスに捉えるとあえてなのかなというふうに思いたいです。清水選手のねまだ26歳、今後の成長を期待しての2軍スタートだと思うので、ここでね守備面バッティング面両輪ともドカッと成長して、もう2軍で圧倒的な成績を残して、でもう2軍の監督コーチ陣がもう清水は1軍に入れないとダメですと言わしめて1軍に上がってくると、それくらいしてほしいですよね。そこまでいけば宇佐美選手伏見選手から正捕手をね奪い返す、そういった未来もねあるんじゃないかなというふうに思います。本当何度も言うようにドラフト2位で取った選手だけあってポテンシャルはあるんですよ。肩も強い、打撃もいいと、あとはね清水選手自身が成長して生まれ変わって新庄監督に認めさせるっていうフェーズだと思うので、このキャンプガッチで頑張ってほしいなというふうに思います。で本当ねトレードの噂もある選手ですし、まあ、他の球団の需要もね正直あると思うんで、最終的にねどうなるか分かんないんですけど、ただファイターズでこう2軍に使っている選手ではないので、早く1軍上がってきてほしいなと私は願ってます。はい、で5人話していきましたが、まあ、おまけというか F パークの発言切り取ってお話していきたいと思うんですけど、まあ、若手の中継ぎ陣チャンスだよって話なんですよね。はい、新庄さんと立山コーチの対談なんですけど、新庄さんがね去年面白い試合が多かったけど紙一重で負けてる試合は中継ぎのピッチャーが打たれて終盤負けてるというケースが多いと、でこれが40試合あったって言ってるんですけど、マジでねそんぐらいあるんですよね。逆転負けが35、6試合あってっていうのがあったんで、それが逆になってみダントツ優勝やろと
あるんですけど、まあ逆になるっていうのはね、極端なことはないと思うんですけど、まあ、それでもね、こう勝ちパターンというか中継ぎがダメで負けた試合はたくさんあります。誰出せばいいんだっていう状況だったんで、でまあ運用もごちゃごちゃだったし、一人のピッチャーにね過剰に負担が偏ってみたいなことが平気であったので、まあ、今年は立山コーチがそこを運用して負荷を均一化して、調子のいい投手をちゃんと一軍に上げてっていう風にしてほしいですよね。っていうのが首脳陣の話なんですけど、選手たちにとっては本当に中継ぎって一軍確約されてるのがいないんですよね。まあ、北山投手くらいかな、あと玉井投手かなって感じなんで、まずは春季キャンプ、去年の北山投手がねフリーバッティングでインパクトを残したのが春季キャンプです。でオープン戦もバチッと抑えて開幕投手となりました。なんで今年もルーキーとか年人問わず、この春季キャンプでしっかりとインパクトを残す、結果じゃないですよ、インパクトです。この投手今年はやるんじゃないかなと、シンデレラボーイなんじゃないかなっていうインパクトをいかに残せるか、それが大事だと思うんで、キーワードはインパクトとさせていただきます、勝手に。はい、で私自身もね春季キャンプ見つつインパクトのある選手っていうのをね探していきたいと思います。いればね動画にしたいと思います。と話していきましたが、春季キャンプですね、去年はビッグ組ボス組だったんですけど、今年は1軍2軍に分かれています。まあ名前変えただけじゃんっていう印象かもしれないんですけど、新庄監督の中ではもう見たい選手は1軍に上げると、で2軍っていうのは実力が足りないから2軍なんだっていうね、そういう趣旨の発言してましたので、結構意図的に分けてますね。でまあこの流れっていうのはね、まあ他球団と同じになったのかって思うかもしれないんですけど、去年ねビッグ組ボス組って言ってね、こうわちゃわちゃというか一軍の経験をいろんな選手がしてっていう風にしたんで、今度経験積んだ若手たちっていうのが今年競争があります、厳しいですって中で、その経験をもとに成長を積めるかというのがねポイントになってくると思うので、期待してみていきたいと思います。今後もファイターズに関する動画出していきますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。ではまた。